こんにちは、スリーです。今回は人類の進化とテニスの進化の記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。えけ今回の記事は、えー、テニスのみならずいろんなことにつながる内容ですのでじっくりお読みください。ちょっと、えー、スリー流要素が強いですが、私は確信に迫った内容だと考えています。その前にこちらの質問をご覧ください。えー、市川さんからです。えー 今回のメールマガの中で、えー、切り替える勇気についてと柔軟な、えー、思考について話されていました。言われていることはその通りだと思いますが、自分の持っているスタイルをきちんとやり抜くことが大切な場合も多いように思います。やり抜くのか、えー、切り替えるのかの判断について、えー、いつも迷ってしまい、どちらかといえば、えー、変えて後悔することが多いように思います。何か判断の、えー よりどころになるようなことがあれば教えていただければ助かりますということでした。えまあ、これ以前私がです、ねえー、書いた記事で、まあ、要は前全仏オープンの決勝戦でジョコビッチ選手と、えー、ワオリンカ選手で、えー、ファーストセットをジョコビッチ選手に取られたワオリンカ選手は、えー、得意の片手バックハンドを、ねえー、頻度を減らし、スライスを多用してペースを変えて、 そしてね、えー、また、えー、ペースが変わって自分のか流れになってからね、改めて片手バックハンドをね、えー、対応したというね、お話でした。要はね、えー、切り替えたね、そこで得意をあえて封印した勇気のね、えー、凄さをね、書いた記事でした。で、まあ、それに対して、まあ、ただ市川さんはね、えー、その、何をね、えー、目安にね、そうやって変えたらいいのか。 本来はね、得意でね、戦うべきだ自分の手で戦うべきだということだったので、まあそこは難しいということでした。でね、私は普段の戦い方から違う戦い方に切り替えるタイミングはね、えー、まあなかなかね、えー、難しいしね、正解はないと思います。基本は自分が普段やってきたことを貫き通すことですから。でも、変に自分のやり方にこだわりすぎて、変化に対応できない時もあります。 また、その場の流れもあるので、切り替えの見極めは簡単ではありません。そこで、えー、今回は音声で切り替えるポイントを話していました。えー、結構深く、えー、話しているのでね、まああの、こちらをクリックするとですね、えーまあ、私の音声が、ね、流れてくるのでね、ね、えー、こちらを聞いてください。でえーまあ、今回お伝えしたいのは、ね、こちらのまとめの方ですね。 まあこれはテニスというより人類の進化論という観点から考えた際に変化に対応できる生き物が一番強いという考え方があります地球上の生き物はこれまでいろんな変化があった中それでも生き抜いて今でも生息していますそれが強さだと定義したら変化に対応できる人がテニスもチャンピオンですなぜなら多くの人は変化が得意ではないからです 変化が生じると自分もいろんなことを変えなければなりませんし、めんどくさかったりします。そういうこともあってか、私も周りを見渡したら、多くの人が変化を拒む傾向があります。でも、これを逆手にとったら変化に順応できる思考と行動が身につけばチャンピオンになります。これはテニスに限らずいろんなことに言えることです。まあ、ほとんどの人が、ね、変化を嫌っているんですから、ね、そこを逆手にとって、ね、その変化に対応できたらね、 えー、いいということですよね。ただ、どうやって変化に対応できるようになるかが難しいですよね。まあ、そこでね、まあ、おすすめなのが、まあ、これは簡単なトレーニングですけど、周りの人が買わないようなものを買うという行動なんてね、わ、まあ、かりやすいトレーニングですね。人が買わないようなものを買うと、周りの目が一気に変わります。まあ、これが変化ですよね。まあ、買うもールもよりますけど、なんかちょっと派手なものを買ったり、普段買わないようなものをね、人が買わないようなものを買うとですね、 あ,あんなの買ってるっていうふうなね、目に変わるんです。だからそうなるとちょっとソワソワした気持ちになるんですが、そこでこの変化をどう捉えるかを訓練するんですね。まあ自分だけしか持っていない。良くも悪くも目立つものが面白い。個性的を楽しめる。まあなどなど変化なんで捉え方一つでいくらでもプラスに変えれるんですね。きっとこんな感じで買い物とテニスを結びつけられている人はかなり少数だと思いますので、 まあ、こういうものをね、えー、意識していくとね、今ならチャンピオンになれるチャンスなんでね、あなたもぜひですね、この変化に対応できる自分っていうものをですね、えー、ちょっと磨こうという意識でね、まあ、普段からね、えー、まあトレーニングがてらにね、ちょっと変わったものを買ってみたりするのもいいと思います。それでは、以上でこのお店を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、失礼します。